これは親方シリーズ。この親方シリーズもあと味噌ラーメンとかチキン味とかカレー味、焼きそばみたいのもあって、最近このシリーズが増えてきた。こっちが親方の、これ焼きそばタイプですね。で、わさびフレーバー、ジャパニーズビーフにわさびフレーバーだな、わさビーフか。醤油ラーメン、普通のラーメンですね。こんな感じ、トウモロコシと書いてある醤油ラいい焼き風の味はするけど、汁気が多くて、まあ、おいしい。麺は長いんで、チキン味、ホワイトペッパーパンチ、スパイシーなちょっと醤油味も、たっぷり。タイ、照り焼き、チリ、クラシックだな。クラシックだな。はい。これなら2回だ。ヤムヤム買ってみる？そうだね。これはなんか青いな。大丈夫かな。まあちょっと試しに。これしいたけ。あ、そうなんだ。しいたけ。これが前辛くて美味しかった。ちょっと日本にないやつ買いたい。そうそう、スイートオニオン。これでも全部日本にないよ、味が。あ、そっか。うん、おい。豆腐が入ってるっていうのかな。豆腐じゃなくてネギ？豆腐かな？豆腐っぽいね。ね。すごい。あ、いい匂いよ。あ、そう？うん。ここに寄ってくる。ほんと。鼻がいいんだよ。あ、そう。うん。何が食べる？麺が短く切ってるね、こっちのやつ。カップラーメンもそうだけど。そうだね。あ、すごい短いね。わざとやってるからね。うん、すすらないからね。すすらない。はい。うん。どうどう。おいしい焼きそば。日本の焼きそばや。本当に？うん。
全部取り入れたよ。美味しい、辛いごま油、中華っぽいけどアジアっぽい気もする。オープンね。短いねこれも。ねえ、こっちも OK の。うん。あ、味噌。うん。やべ、これだ。うんうんうん。おいしい？うんうん。これおいしい。